やっぱりダメだ。フェルトさん、急に大声出してどうしたんですか？新しい剣のことで何か。違います、ビーゼとロジーさんのことです。あれからずっとモヤモヤしてて。ああ、こんなところでうじうじ悩んでてもダメだ。俺ロジーさんに話を聞いてきます。ビーゼさんにじゃなくてですか？どうせビーゼは聞いても教えてくれませんから。それじゃ俺ちょっと行ってきます。フェルトさん、はあ、行っちゃった。放ってはおけませんし、追いかけますか。これでどうだ？すごい力を感じます。これならきっとフェルトも喜んでくれます。そうか、じゃあ後でフェルトに渡しに行こう。ロジーさん、ビーゼ？もうフェルト、ちょうどいいところに来たな。え？俺に何か用でもあったんですか？追いつけました。あら、ビーゼさん、もしかして。はい、で、私はこれで。ダメですよビーゼさん、ここでビーゼさんが渡さない方が不自然です。そうだな、この剣が完成したのはビーゼのおかげなんだ。ちゃんと自分から渡そう。ネルケさん、ロジーさん、わかりました。え、剣って一体何の話だ？あのねフェルト、これを受け取って。この剣はビーゼからその赤い水晶をもらって作ったんだ。さっきようやく錬成がうまくいったんだよ。え、それじゃあ最近二人がよく一緒にいたのは。うん、フェルトの新しい剣を作ってたの。それでちょうど完成したところ。なんだ、そうだったのか。俺はてっきり。ほらフェルト、この剣を試しに使ってみて。ああ、それじゃあ、はあ、ふっ、せい、はあ。どう？すごい、すごく手に馴染むよ。それになんだか懐かしい感じだ。真相と同じ水晶を使ってるからね。だからだと思う。そっか、そうだったのか。ありがとうビーゼ、ロジーさん。この剣すごくしっくりきます。でもロジーさん、何も俺に黙ってやらなくても。ビーゼの希望だったからな。ビーゼの？うん、フェルトを驚かせたくって。びっくりしたでしょ？ああ、でも俺の剣なんだから一緒に作ってもよかったんじゃないのか？それは、そう言われるとそうだね。おいおい。フェルトが旅に出てる間はこっそり調合したものを入れてたからね。そういう癖がついちゃってたのかも。今回は作った反応を直接見られるわけだしね。はあ、これからは一緒にいるんだ。恥ずかしがらずに見せてくれよ。うん、そうだね。